プレゼンテーション目的用、ラチカウェア28台三角方図面図面とは何かの機能や構造、配置を描いた図。多くは電気、電子機器、機械や土木建築物の設計結果を記した設計図を指す。図面は設計成果だけではなく実測図、地図といった現状を示した図面等もある。設計図面は部分やオブジェクトといった ある一連の図、建物や製造指示を二次元ダイアグラムで記述し伝達するために用いられる。通常、紙に描画もしくは印刷されるものを指すが、現在はデジタルファイルの形態を取ることもある。設計図面はアーキテクチャ、エンジニアリング、または計画といった技術的な事項においての伝達のために用いられている。これらの分野での目的は、サイト、敷地、 建物、製品、または、コンポーネントといったするものを、幾何学的特徴で捉えることで、伝達事項を正確かつ明確にすることである。設計図面は、プレゼンテーション、または、廃校の目的で行うこともある。設計図面の目的は、既存の場所、または物体を描写し、建設、または製造業者が思考もしくは製造を実現する。 ことを可能にする十分な情報を伝えることである。設計図面の作成方法、及びそれらを作成する技術は、作図技術と呼ばれる。設計図面は、より正確には、正統平などの他は、物体を見下ろした平面図やフロアプランなどのように単一のビューで把握するために、描写されている。制作指向図は、土木図面や建築図面などの構造図、機械製図、 電気図面や配管図面などでの製造図といった設計図面の一種でエンジニアリング製品または建築物を建設に必要な設計図書の一部である。エンジニアリングではこれらの図面は指定された寸法や角度を製造するために必要な全てのデータが表示されている。三つの不等格投影図設計図面は設計技術者と依頼者、発注者、あるいは試行者、 製造部門とのインターフェースを取るための技術文書でもあり、設計成果物の一つでもある。最終的な出力として出来上がる紙の図面の値打ちは、そこに書かれるものにあり、紙そのものにあるわけではない。構造物や製品の引き渡し時に製本紙添付されることも多く、製品や半製品、部品に添付されるものを特に納入使用書と呼ぶことがある。 かつて青図であったものが、やがて普通紙コピーやプロッタで出力されたものになり、さらに PDF や SXF 形式で電子納品されるようになったが、図面は必要である。図面は、ある大きさに縮めた形で描かれているが、通常は図面にはスケールがあり、ある割合に基づいて、場所やオブジェクトの実際のサイズに相対的に描かれている。様々な尺度は、 図面一式それぞれ異なるように使用することができる。例えば、フロアプランの小サイズは24分の1に描画したのに対し48分の1に描画することができる。j i s z 8 3 1 4において縮尺は以下の値を推奨尺度としている。正当映図では第三角または第一の角度のどちらであるかを定義するのに使用する。 投影図面は二次元平面上に三次元オブジェクトを表現する際、使用する投影法、または図法が図面の読みやすさに非常に重要となる。図法は場所空間やオブジェクトに基づき投影手法を選ぶ際、視点を仮定することによって導き出される。図面の投影形式は、中心投影と平行投影があり、次のものがある。図面種別土木分野。 建築分野では対象とする構造物が多分野に比べ大きいことから、作図にあたっては小さい縮尺が採用され、用紙サイズも比較的大きなものが使われる。土木では A1 サイズ以上、建築では A2 サイズ以上の使用例が多い。土木、建築分野においては対象とする構造物が一般に個別のオーダーメイドである。このため、 設計段階で描かれた設計図は思考段階で細部を煮詰めたり変更されることが一般的であり、設計図とは別の図面として思考図や詳細図が作成される。いずれも必要に応じ書きの図面も作成される。建築分野における図面図面は共通言語であり、情報伝達ツールであり、放棄をクリアした証明にもなるが、 建築は一品ずつの個別生産品であり、同じものがないと言っても過言ではなく、標準化されたものでも、開口や仕様は違っている。そして、人の生活を守り育むための重要な器であり、高価な財産でもある。そのため、関わるすべての人に間違いなく正確な情報、データが行き渡ることが必要となる。また、設計者の意図、 コンセプトが織り込まれており正確に伝わらないと意図するものはできない。現在、ほとんどの図面はカナダドルで描かれており、そのデータを利用して打ち合わせを行うことが多くなっている。最新のカナダドルはビムと呼ばれるものに移行しつつあり、光、風、音のシミュレーションや思考検討やコストコントロールなどが基本設計段階で検討できるようになっている。建築製図には、 いくつかの約束時がある。日本工業規格、国際規格、建築工事設計図書作成基準などがあり、日本においては、実規格に合わせて製図が行われているが、ISO 規格にも準拠するように調整が進められている。国土交通省の作成基準は、日本の国の基準であり、公共施設はこの要領で作成されている。建築分野では、 設計段階で細部まで詳細な図面を作図しておらず、試行段階で試行のための詳細図面を描きながら試行していく。この図面を試行図と呼ぶ。設計段階での設計図は基本設計図と実施設計図とに分けられる。基本設計図は事前の見積もり積算、許認可の取得のためにあらかたの大きさや外観などを書く図面。建築確認申請では 最高面積計算表と、壁量計算書、肺炎計算書が必要になる。主には次の図面がある。これらの図面があれば、確認申請の大部分の図面を網羅。そして、構造関係と旧積関係の図面つまり、大きなハードルである、法律確認ができる定裁が必要。土木分野における、図面土木分野では、設計段階で鉄筋の一本に至るまで、 本数や長さを確定し、詳細な数量が算出されている。したがって、建築に見られるような思考図は一般に必要なく、足場や四歩行など仮設構造に関する図面を思考図として作図する程度である。思考中に図面を変更する場合は、春工図にて明示する。日本においては土木関連の図面には CALS の適用が進んでおり、 図面のファイル名には段階に応じた頭文字のアルファベットを付与することとなっている。以下は国土交通省の製図基準による区分であり、同省ではこれをライフサイクルによる区分と称している。土木分野における代表的な図面を以下に示す。造園分野でも造園計画や設計、思考、維持管理などに際して図面をそれぞれ作成される。 使用される縮尺とその図面の種類は標準的なものが下記の通りである。またさらに上記で小規模で分かりにくいものに際しては拡大したものを制作する場合がある。造園の設計では基本計画や基本設計から実施設計までどれも平面図が同じとなるため造園の計画図面段階においてはマスタープランを表現する図面の他に概念図を描く。 ゾーニングや動線計画などを含めた形にする以前の概念の組み立てとして図面を作成する。こうして設計段階のプロセスから整理しと治療の仕方を理解する。造園の設計図面にはアイデアや完成イメージを伝えるためのプレゼンテーション用の図面と造園工事実施用の試行図面とがある。プレゼンテーション用の図面は主にコンペティションや クライアントへの説明のための図面であるが、図形記号よりも、絵画表現、描法に近く、表現技法について筆記用具を駆使して、線の太さ強弱と、濃淡、定規での使用線やフリーハンドで描く、必要に応じ着色などが重要となる。プレゼンテーションでは、図面の印象は非常に重要となるため、どのような表現を取るのかを考慮し、平面図上で陰影をつけるなどから、 樹木及び地表面の描画手法のバリエーションの工夫を行う必要がある。テクスチャにより地表面を表現しておくと、あとは簡易な色付けで図面を完成させることができる。芝生地のように面が広がる地表面の場合には、輪郭部分だけのテクスチャを入念に描く表現が行われる。また蒸気投影法を駆使して、長官図などの完成予想図、見取り図などを制作する場合も、 非常に多い。上管図は一種の投資図でもあるが、視点の位置を一層高度にしたもの。背景図ともいい庭園設計の場合多く用いられる。工事目的物の設計糸や、竣工姿をより端的に、より直視的に思考者に伝達する糸で作成される場合もある。思考図面は、施工時に必要な正確な寸法や仕様を示した設計図である。 各種の設計図で植栽に関しては、必要に応じ樹幹の大きさと樹幹の位置、木の特徴を分かるような表現で描写し、木の塊が必要な場合は、樹木群として樹幹の輪郭線のみを描写するが、低木の場合、樹幹の輪郭線だけが示されることが多い。造園製図を参照。工事に伴い早速設計し、作図を行われる。 一枚の図面に表現しきれないときには、施設別、公種別に複数の図面にする場合がある。一般に、次の図面が作図される。スケールはなるべく大なるものがわかりやすいが、50分の1ぐらいが最も使用される。これは大なるスケールの場合には図上に廃植物、廃石、工作物等のスケール、材質、工法、仕上げ衣装等の対応まで記入することもでき。 使用書も兼ねたものなら現場使用に便利が多い。成果として提出する図面類の順は通常は次の通り。表紙と目次、または図面一覧案内図配置図現況図造成平面図、造成断面図平面図寸法図レベル図、断面図、小サイズなど、色サイズ必要に応じて、設備図、仮設図、等また、建築と同様に使用書を図面形式で作成し、 これらをセットで製本しておくことも多い。使用書は、摂取、設計者、施工業者のための拠りどころともなり、工事上における一種の契約書にもなりうる。庭園事業の設計図を分類すると、平面図、長官図、詳細図など。他に、立面図、断面図、透視図、等も、特別の工事以外にはそう必要もない。大規模外部空間増援。 ランドスケープエリア設計で、一般的な実施設計での図面リストとして、対象エリアが広くない場合は、外構平面図、色サイズ、小サイズ、程度の図面とし、設備関係は建築の設備図に記入することもある。図面の他に、使用書や記、メーカーリストなども、図面形式で作成して、同じ冊子に閉じ込んで提出する場合もあるが、 大規模事業の場合は共通使用書として、旧建設省や国土交通省、UR などの公共団体が発行している公園工事共通使用書を公共団体が作成したものに準ずることとするとする場合もある。対象エリアが広範囲になるにつれて、より詳細図などの詳しく示した図面類が多くなる。種類等としては以下の通りのものがある。ありがとうございます。